はい、皆さんこんにちは、私の名前は有馬典人と申します。これまで、私はまず私が簡単な自己紹介をさせていただきます。私は1985年生まれ、宮崎県宮崎市というところで生まれ育ちました。大学で英語を勉強しまして、大学院で、ファイナンスという金融に関して、勉強いたしました。勉強したといってもですね、大した難しいことしたわけではなくて、ただそういう専門を持って、学生をしていたというだけのことでございまして、大学院を卒業したのがもうすでに30を超えた、頃合いでございました。それから職を転々として、現在に至るという状況でございます。つい先日までですね、西表島、沖縄県の西表島という、離島でですね、レストランのホール担当として働いておりました。調理ではなくてですね、お料理を運んだり、それから離島ですので、お客様の送迎をしたり、レジを打ったり、それからドリンクを作ったり、本当に、めちゃくちゃ忙しかった、そういうアルバイトでした。2年半沖縄の離島におりまして、離島というのは西表島ですね。西表島の自然は大変美しいものでした。本当に、島を離れるときはですね、とても寂しい、そんな気持ちが襲ってきましたね。なぜかと言われますと、やっぱり、西表島での生活がすごく魅力的であったということがあります。仕事は本当に大変忙しいですし、人間関係も濃密になってまいりますので、私にとってはちょっと、辛い部分も多かったと言えるでしょう。ただですね、やっぱり、自然が綺麗なんですね。太陽が沈む光景も美しいですし、海も綺麗だし、大変、西表を出るのは寂しいことでした。それでも長崎という、今長崎の西海市というところにいます。長崎の西海市ですね、西の海って書いて西海と呼ぶようです。そちらに、新天地を求めて参りました。こちらではですね、シェアハウスというものに入りまして、私と別の2人の男性の方と半ば共同生活のような形で、生活をしてい、こうと、そういう、新しい生活をし始めた、そういう状況であります。シェアハウスの中はですね、同居人の方々にですね、物理的にも精神的にも負担をかけたくないので、シェアハウスの中では撮影はしないと、もう私は決めております。音声が綺麗に入っているのかどうかちょっと不安な部分はあるんですけれども、こうして野外でね、せっかく綺麗な海がありますので、海辺でこうして、皆様とお話しできたら素晴らしいなと思うわけです。昨夜、最初の晩をですね、シェアハウスの自分の部屋で、一晩過ごしたわけですけれども、シェアハウスと言いましても、かなり古い民家をですね、古民家と呼ばれる、古民家をですね、古いお宅を改修し、改修とまでは言わないんでしょうけれども、なんとか生活できるぐらいに、補修して、僕と同じくらいの世代、僕よりちょっと若い世代の人が、あともう2人いらっしゃるんですけれども、
3人で、なんとか生活していけるような状況であるといったところです。鍵はついておりません。これをネットで言うと危ないのかな、わからないですけども。それから冷暖房もついておりません。今8月の頭ですね。ものすごく暑いんですね。熱中症で倒れないように、もう布団らしい布団は敷いてないんですけれども、昨夜は段ボールの上で寝ました。段ボールの上にで寝て、段ボールの傍らには必ずペットボトル2本水を置いてですね、熱中症で、ぶっ倒れないようにして、慎重に用意をしてですね、そうして眠りました。まあ、水だけだと危ないかもしれないと思ってですね、同居人の方が同居人の方からいただきました梅干しをね、一つ口の中に含んで、それで水を飲んで寝たといったところです。汗がダクダクと汗が流れてく出てくまいりますね。本当に、気をつけないと、熱中症で、倒れてしまいます。冷房がない、古民家で寝るという経験も、実は西表でもそういう生活をしたので、まあ分かっていると思ってはいたんですけれども、やはり結構な大変なことだなと、昨夜一晩過ごしてそう思ったわけであります。さて、先日ですね、私は小さなことを大切にしたいと、そんなことを述べました。シカゴ大学のロバート・ジェイ・シラー先生のですね、Econ252 ですね、経済学252項でございます。正しくは222でございますね。経済学252項の、そのロバート・ジェイ・シラー先生の、言葉、小さなこと、詳細なことを大切にしようと、そういう言葉をですね、心に刻んで、物事を考えてみたいと、そういうようなことをお話ししたわけです。で、まあその小さなことをね、さまつなこと、マイナーなことですね、マイナーなこと、その裏側にはですね、大変大きな重要な重大な意味があると、そういう可能性もあるんではないかなと思うわけです。まあどういうつもりでそんなことを考えるのかというのを、まあ今日ちょっとお話ししてみようかなと思ったわけですね。西表で、私は西表島でですね、私は小さな頃から大好きでした釣りをよくすることになりました。釣りでも特に夜釣りが私は大好きなんですね。西表島というのは本当に星が綺麗なところとして、有名でして、本当にもうプライベートビーチのようなところですね。一人いないようなビーチで、大きな釣り竿をですねぶん投げて、まあ、釣り竿を投げて、仕掛け、大きな釣り竿に仕掛けをつなげてぶん投げてですね、餌を引っ掛けてぶん投げて、一晩中釣りをしたものです。その西表の夜、星空の綺麗な西表の夜を過ごしますと、やっぱり、星に見とれてしまうわけです。まあ綺麗な夜空の下でですね、いろいろなことを考えるわけです。そしていろいろなものを感じるわけですね。で、そうですね、ある一つの星を眺めていますと、私はこんなことを考えたことがあるんです。見ているこの角度ですね、ある一つの星を眺めているわけですから、星と私の間を直線で結ぶことができるわけです。
そうしますと、それをこう、傍観するようにして、幾何学模様をこう線でこう繋いでる一本の線があるわけですね。次の瞬間ですね、私は視線をふと反らすわけです。そうしますと私のこの目がですね、ほんとわずか数ミリ動いただけで、この直線の角度はちょっとだけ変わるわけです。何度変わるのか全然わからないですけども、まあ仮に一度だけ、分度器で測った一度だけこの直線が、動いたと仮定しましょう。そうしますと、私の見ていた星からは別の空間にその直線の先っちょが行くわけですね。ではその一度変わった直線の先、どれぐらい離れているのかと言いますと、宇宙というのは広大な宇宙なわけですから、もう天文学的な距離になるわけです。ほんのわずか一度自分が目をそらしただけで、ずっとこの視線の彼方では天文学的な距離になってしまうわけですね。このようにものを考えると、やはりこの私がちょっとだけ目をそらすというこの行為、ものすごく小さなこと、ものすごくさまつなことに思えるようで、実は大きな意味が潜んでいると感じられるわけです。またですね、こんなことも考えることがございます。大変有名な話であろうと思うんですけれども、よく聞く話なのかもしれないんですけれども、正確なちょっとお話というのはできないんですけれども、確か、ニューヨークで蝶が羽ばたくとき、北京で大嵐が起こると、まあ、こんな例え話がございます。日本の昔のことわざで言えば、雨が降れば桶屋が儲かるとか、なんかそんなようなことですね。要するに一見すると関係のなさそうな事柄が、実は因果の法則でつながり合っていると、本当にわずかな違いですね、わずかな変化が、地球の裏側で大きな変化を起こすんだと、そんなことを考えるわけです。それも私が言っております、小さな物事がの奥に大きな重大な意味が潜んでいると、その可能性があるということを示唆するものであろうと思うわけです。それから、私小学校の頃かな、小学生ぐらいの小さな時にですね、こんなことを考えたことがあるんです。学校が終わって、夕方ですね、夕焼けの下で、自転車を走らせていたと、おそらく帰宅しようとしていたんでしょうけれども、家に帰ろうとしていた時に、小さな砂でしょうか、砂ぼこりがですね、目の中に入ったわけです。まあ痛かったんだろうけれども、難しかったんだろうか分かりませんが、その小さなこの砂ぼこりがですね、どんな経緯をたどって、僕の目の中に入ってきたんだろうかと、そんなことを考えたことがあるわけです。ひょっとしたらですよ、本当にひょっとしたらなんですけれども、その砂ぼこりというのは、琉球の昔、ずっと昔ですね、ひょっとしたら恐竜がいるような、それぐらい昔ですね、恐竜のいるような、ずいぶん昔にその恐竜が石を踏んで、その石が、その恐竜に踏まれた石のかけらがですね、
巡り巡って、小さな砂ぼこりとなって僕の目の中に入ったのかもしれない。そんな風に、考えたことがあったわけです。そうではないと、 0% だとは言い切れないわけです。それから、私はあの仏教と、私は実際にはあの実家はカトリックでございますし、今現時点ではね、あんまりその明確に、どの宗派に属しているとか宗教について、まあ、興味はありますけれども、明確な宗教というのは持っていない状況ではございますが、でも仏教というものの考え方にはすごく、惹かれております。でですね、中村はじめ先生という、大変有名な仏教学者の先生がいらっしゃって、もう亡くなられたかと思うんですけれども、中村はじめ先生が YouTube でお話しされているのですので、お話しされているのを何回か視聴してみたことがございます。で、中村先生はね、こんなことをおっしゃってたんですね。太陽の光を受けていると。今も私この大変天気のいい、日差しの下にいるわけですけれども、この光をたどればですね、大変大きな宇宙天体のから発出されている太陽光を受けているように感じるわけです。実際にそれが事実なわけですね。まあ、ごめんなさい、ちょっと中村先生がどのような話をしたかというのをちょっと正確にお話しすることはちょっとできないので、また見直してねお話ししようと思います。それからですね、皆さんの哲学でいう懐疑論という哲学の考え方があるらしいですね。私も哲学について勉強したことがあまりないので正確なことは言えないんですけれども、要するにですね、自分、そうですね、哲学を考えるときに大切なことは何が正しいことなのか、何が真実なのかということがを考えなさいと、そんなことを聞いたことがございます。自分がこうあってほしいとか、自分がこう考えるからこの考え方を支持するとか、そういうふうに自分の思考で物事を考えるんではなくて、どれが正しくてどれは正しくないのかと、その真偽を大切にしなさいと、まあそういう考え方らしいんですね。でも人間というのは正しいこと、どれが正しいのかと、ある物事を正しいと認めるためには、それの根幹、その根拠となるものが正しいと、仮定しなければならなくて、またその仮定が正しいと、論拠するためには、さらにその根拠となるものを、正しいと確かめなければならないわけです。まあそうしますとね、私自身が思うのは、私がこの見ている世界というものが、本当に私のこの見るという力ですね、考えるというこの力が正しいものであると認めない限り、その過程が崩れてしまえば、私の何を考えたところで全部嘘になってしまうわけです。まあ、このようにしてですね、あらゆるものを疑ってしまうというのが懐疑論だというんですね。映画をご覧になったことがあるかと、皆さんトゥルーマンという映画をご存知でしょうか。
ある大きなスタジオが、テレビ番組のスタジオがあって、本当に大きなスタジオなんですね。一つの街を形成するようなスタジオの中で、ある男性が生まれるわけです。その男性だけが、その街が偽物の街であるということを知らずにですね、街の中だけで、成人してしまうわけですね。その、彼が付き合う友人、彼が付き合う家族、すべてがもう役者さんなわけです。で、その街のあらゆるところに隠しカメラが潜んでいて、その彼の成長を全世界のテレビ視聴者が、視聴していると、そういう、まあ、SF のような映画なんですけれども、まあそれと似ていますね。私が誰と話そうと、何をしようと、ひょっとしたらそれは、その世界というものは嘘なのかもしれないと、そう考え始めてしまうわけです。ごめんなさい、話が飛んでしまいまして、何を言おうとしたのかが分からなくなってしまいましたが、要するに、小さいということ、さまつであると思うことの裏側には大変大きな意味があるのではないかと、そんなこと今まで今日ですねお話しした、ことなんかを理由に、私は小さなことの裏側には大きな意味が潜んでいるのかもしれない、そんなことをいつも考えているわけです。大変静かな海ですね。長崎県西海市でございます。実は私、沖縄県西表からですね、西表島から、車を西海市に運んでおります。今おそらく船の上で、福岡の博多港に向かって、運ばれているんだろうと思うんですけれども、今日は8月5日ですけれども、予定では8月10日に、博多港に、到着するということのようです。非常にちょっと ここではね、私の今住んでいるところには周りにコンビニが2軒と、商店が1つといったところで、西表島とほとんど変わらないくらいちょっと不便だなと感じる部分もございますので、足があった方がいいわけです。だから車が来るのが待ち遠しくて仕方ありません。それから、夜ですね、非常に熱帯夜が続いておりますので、冷房も効かないところで、扇風機もないところで、古い民家のですね、小部屋で寝るのは大変危険なことだろうと思うわけです。だからなるべく早く扇風機を手に入れたくてですね、昨夜寝ながらももうアマゾンで、扇風機を注文いたしました。水曜日には来るということなので、明日、明後日ですね。明後日には、扇風機が来てほしいなといったところでございます。なるべくですね、健康を崩さないようにしなければ本当にいけないなと思っているわけです。それから私の貯蓄もですね、もうどんどん、減ってきておりまして、全く仕事をせずにこんな生活を続けるというわけにはいかないわけです。アルバイトを見つけて、その日暮らしになるかもしれないんですけれども、生活を維持するための資金を稼がなければならないと、そういったところもございます。生きている以上ですね、
心配事というのは尽きないんでしょうけれども、西表で生活して、私はちょっと人としてですね、一皮むけたようんじゃないかなと思う節がございます。自分が思うほど自分はバカじゃないなと、失礼ながら周りの人を見てですね、そう思うわけです。自分だったら何とかやっていけると、それこそ、根拠のない自信なのかもしれないですけれども、まあ人として男としてですね、まあちょっと西表島で生活したことが私に自信を与えてくれました。まあこうして海辺にいるといろんなことが頭をよぎりますので、話題は尽きませんが、本日はこんなところで、お話を切り上げたいと思います。大変静かな海辺の夕方でした。あ、まだ夕方じゃないや、午後2時ですのでまだまだお昼なんですけれども、この辺りで、終わらせていただきます。ありがとうございました。